ラファエル・ホリンズ・ヘッドは、イングランドの年代記作家で、一般的に、ホリンズ・ヘッドの年代記として知られた彼の作った、年代記は、ウィリアム・シェイクスピアが、数多くの戯曲を書く上で重要な情報源として、利用された。日本語では性を、ホリン・シェッドとするなど、表記の揺れがある。英国の発音辞典でも上記に引用している通り、ホリン・シェッドという発音であると説明されている。 ホリンズヘッドは、チェシャー州サットン・レイン・エンズのサットン・ホールで生まれたと考えられているが、ロンドンに住み、印刷業者、レーナー・ウールフの下で、翻訳者として働いていた。ウルフは、ホリンズヘッドに指示して、創世紀の大洪水から、当時のエリザベス女王の知性までの世界の歴史を、編纂するという企画に従わせた。この壮大な計画は完成されることなく頓挫したが、 その一部は1577年にイングランド、スコットランド、アイルランドの年代記として出版された。この年代記において、ホリンズ・ヘッドは、記章者の一人に過ぎず、その執筆には、ウィリアム・ハリソン、リチャード・スタニファースト、ジョン・フッカーらが関わっていた。シェイクスピアは、年代記を多くの歴史劇の戯曲の参考資料とし、マクベスの筋書きや、ディア王や、 シンベリンの一部などを生み出した。ホリンズヘッドの生涯については、ほとんど何もわかっていない。例えば、青年月日を述べた確たる転居は存在していない。彼が有名になったのは、年代記によってだけであり、彼について知られている事柄は、年代記に関することに限られている。バーノン・スノーは、ホリンズヘッドが、ケンブリッジ大学に学んだ、経験を積んだ翻訳者だったと述べているが、 ホリンズヘッドの他の著作などを知られていない。年代記の出版許可が下されて、数ヶ月後、ホリンズヘッドは引退して、ボリック近郊の田舎に移った。彼は1580年頃に死去し、その遺言は1582年4月24日に、兼任された。公職、学問上の業績、教会関係の職務などは何も確認されていない。ホリンズヘッドの 年代記初版の扉。1548年、ロンドンの印刷業者、レーナー・ウルフは、全世界の包括的なコスモグラフィーと、あらゆる基地の諸国民の個別の歴史を作成するという着想を持った。彼は、それを英語で印刷しようと考え、地図や図像も収録した本にしたいと望んだ。ウルフは、ジョン・リーランドの著作を多数入手し、それをもとに、年代記を編纂し、 新たな情報も加えて地図を作成した。やがて自力では、この計画の遂行は、おぼつかないと悟ったウルフは、ラファエル・ホリンズ・ヘッドとイリアム・ハリソンを雇って、彼らの助けを得ることになった。この企画が完成に至らないまま、ウルフは1573年に死去し、企画の内容は、ブリテン諸島だけに範囲を限ることに変更されて、書籍出版業組合の会員3名による、 コンソーシアムに引き継がれた。事業は、ラファエル・ホリンズ・ヘッドが、ウィリアム・ハリソン、リチャード・スタニハースト、エドマンド・キャンピオン、ジョン・フッカーを雇う形で進められた。1577年、ンボ本での出版にこぎつけたが、事前に、スーミツインの検閲によって、スタニハーストが執筆したアイルランドに関する記述の一部が削除された。 スコットランドに関する記述は大部分がヘクターボイスのラテン語の著作スコトレムエストリーの翻訳であった。第2版は1587年に出版されたが記述の一部に女王や大臣たちに対して不敬とみなされる内容が含まれていた。当該ページは数密院の命令によってページごと除去された。この除去された部分は1723年に 独立した冊子として出版され、1807年には完全な形での復刻版が出版された。ありがとうございます。